暑いっすね。あれやったん？この前さ、うん、なんか仕事始まるけんさ、うん、最後の出演とかだったか、うんうん、最後の出演とかやめてすぎたもんちょっと最後全然最後じゃねえかもちろんめっちゃ言われるけど、今日は休みよな。今日は休み、今日は久々の休み、はい、で多分ゴールデンウィーク以来だったの動画撮るの。そうやな、うん、久々、週に平日は1回ぐらいしかないもんね休みが。うん、で今日はね、休みで久々に、マルゲンそば、マルゲンラーメン、マルゲン肉そば、マルゲン肉そば、うん、もうここのね、僕肉そばはねそんなにあれなんですけど、もうつけ麺がね好きなんや、あの辛いやつ入れてあれしか食うよな。で、自分も今日それにしようかな、うん、うん、熟成醤油ラーメン、肉そば、熟成醤油、どれにする？そこで、そこで見る、中で見る。俺はこれ。あれ？ん？ない、なくね？これ？どれ？これだな。これの。あ、あれだ。肉つけるの。これ、これだね。これじゃない、これじゃない。ない。え？待って、待って、待って。ここから。一番最初から。あ、これじゃん。これ。これの。うん。で、盛りしとこうか。で、これだね。から肉さん。マジとめ、はい、これ熟成の味噌もうまいんかな。うめえよ。うまい。うまい。みんなあれ醤油で辛いやつ？そう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 。味噌で辛いやつねんかな。味噌で辛いやつは何かな。うんか。やっぱうまそうやな。めっちゃ美味しそう。なんか卵とメンマしたっけ、めっちゃ。見て、極太メンマ6本で。うまそう。めっちゃうまそう。食べてみて。あ、やば。タプタプめっちゃうまそうじゃな、めっちゃうまそうに見えてくる、めっちゃうまそう絶対うまいよな、これニラが。1個食べていい、うん、卵、うん、いただきます。うまそう、めっちゃ払ってくる、見よったら。やばい、久しぶりだもんな、マルゲン。うまっ、めっちゃ腹減ってくる、見よったら。うん、これラーメンでさ、基本うめえが、うん、久しぶりに食うとやばいで、ね、はい、はーい、おいしそう。はい、大丈夫です。来ました、つけ麺ね。肉そばつけ麺の厚盛りにした麺が熱々、麺が熱々も言っていいよな、麺熱々も。ね、あの途中でスープがどんどん冷めていくのが苦手で、うん、ダメダメせんやん。これよ、この泥だれがないといけん。泥だれがなかったら普通のラーメンの味なんだけど、うん、この泥だれがあるけん、うん、いい感じに。こんぐらいかな。麺もめっちゃうまそう。うん、うまっ。めっちゃしっかり味ついてる。こんな感じで。うん。うん。うまっ。
マジ幸せ。もうちょっと見てみようどこだろう。バイラドル。お腹いっぱいだろそれで。見出したら見る。うん、うまい。うまいよ。メンマがうまい。さっきのさ、麺がうちの麺用感が出るのかな。肉食べてんこれ。いいよ。こんな味だったかな。なんか味が覚えてない。こんなあったかな。でもうめえ。うん。うまいよな、うん、どっちがうまいこれと、うん、うまいな、うまいな、うまいな、こっちがうまいな、うまい。うめえなこれ。あ、ハマヨと。そっちなんか。替え玉できるの？ん？行くよ。これ？うん。一目も合うでそれ結構。卵食うた？食うたよ。余計感じるわ。食ってみるかな。うん。なんだっけ、息を頼むのって。中1ぐらいで行ったかな。うん。食べれるの？食べたい。うん。うまい。またハマりそうだよ、マルケン。来た？うん。こっち次。まあ、どっちも美味しいな。うん。次どっち食べたい？ああ、でも一緒ぐらい好きかもしれない。あ、そうな。うん。いや、味噌ラーメンに黒だれ入れたらうめえんかなって思った。あー、美味しいだろうな。うまいよな、絶対。美味しかった。はい、うん、100円よな、ほら100円めっちゃ安くない？うまい。うん、
リリグレになったら回収するときにボッケ頭痛くなるんです。糖分取ってないから。ああ。ね、汗かくしな、うん。教えてくれた人がな、コーラ買うてくれたんよ、うん。もうこれで糖分取らね、頭痛くなるから。糖分できとんよって言われたけどな。朝ごはん食えらんの？朝ごはん食ってねえの？朝ごはん食うとけど、でもその時にはもう昼ごはん食うとけやな。お腹いっぱい。痛い。久々のモルゲン美味しかったです。ラーメン糖分食べてなかったけど、うん、ラーメンの噂がちょっと薄れとったのかもしれない。うまいな。超良かった、うん、感動したの。で昨日あれよな、もうちょっと喧嘩したかな。うん、喧嘩した。なんで？なんで？はい。嫁さんの髪型をジャリンコチエって言って喧嘩した。ショックだった？ジャリンコチエ。ショックだった。めっちゃショックだった。ジャリンコチエ知らんのに、ジャリンコチエ見ちゃうな。なんでな？ちょっと知らん。いやもうだってジャリンコチエってもうジャリンコチエっていうだけで大体わかるんよ、うん、あのけなしとるなっていうのが大体わかるん。かわいい子がジャリンコチエっていうやつ出んじゃん。昨日ねお酒飲んだって喧嘩して、まあ、そのまんまバッと2人でカッと寝たけど、うん、めっちゃ謝ってきよった。ごめんな、ごめんね、ごめんな。だってずっと怒ってた。だって今までもう何回もあったミユのことをけなして、うん、なんかあの調子乗って、調子乗ってますね、ちゃんけってミユが怒らん思って、うん、でミユが怒ったらごめんなごめんなって毎回言って、うん、もうええよって許したらまたするんや。じゃけ今日は絶対許したら思って、うん、なこれから気をつけるわ。ちょっとねバッティングセンター行こう。ちょっとね動いた、食べた後動きましょう。はい、ちょっと財布持って、あ、ちょっと財布、サービス買ってどこしようかな。昨日女王がやるよ、たけんやりそうなったんだ。そうそう。ほら、子供用にしよう、打てんか。え、ビデオもしたい、子供用する。じゃあ見とって、うん、見とくわ、うん、こうやってこうやってあんなにやったら釣れるか。いい、分かった分かった。はい、入って。バット持ってねえ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 。早い、多分打てんかな。ブレージブ運動するくせに子供用なの。ちょっと練習、うん、なんか入る？危ない。いや、危ない。せん。怖いから。素振り。どう？うん、いい感じ。知らんけど。いい感じかどうか知らんのよ。いい感じ。ね、うん、ほんま？お、すごい。いいよ、早してよ。撮るよ、写真撮るん。そうそう、動画、うん、うん、うわっ。子供やけど、背が小さいんじゃないの。あ、なはんよる。早いな、意外と。早いよ。わ、すごい打てるんじゃ。え、子供用の方が遅いんやっぱり。デッドボール並んでよ。おお、すごい、分かっとるがほんまに。お、ホームラン。すげえかったな。これ次当てるわ。当てて当てて、ちゃんと当てて、本気。おお、すごいすごい、ヒットヒット。え？え？できん見る。だってそんな膝曲げんとできんのんだったらできんわ。
今痛いの。でもあれ、こうなるよ。うん？できるそんな。やってる？うん。だって、全部本気だったらいけんわ。子供用ですこれ。あれだろ？これ。大人はできんだろ？子供用から出てきます。大人はできんの？大人はできん。遅いやつね。うん、手と手をひっつけろよ。もうちょっとした当たらんとこ、ほんまに。うん、おおお、いけるか。いけるよ。惜しい惜しい。初めてだった。どうやったらできる？おお、もうボールの手元を最後まで見るんよ。ボールだけを見るみたいな。そうそう、惜しい惜しい。惜しい惜しい。おい、いった。終わった。できるかビーム。うん。何回か打てた。うん、できた。何回か打てた。うん、初めて？初めて打った。面白かった。面白くね。うん？いてかった。あれ、あれに、あの穴に入れるんだ。あの穴に入ったらホームラン賞で1万円、うん、およいよ。もう一回してもやん。いいよ。ラスト、ラストサムライ。普通のやつ、普通の速度。はい。あ、それで待って、戻した。戻した、ここ。よし、これでこうか。え、それ急速よ。あ、これか。うん、けいちゃんはまだ早い。急速はけいちゃんにはまだ早い。うま？よっしゃ、頑張れ。1枚狙うんだね。1枚狙って、いけるんか。早い。お、当たるやん。結構高めやな。おお、すごい。ホームラン。ホームランやん。え、すげえな。やっぱ野球ショートだけあるな。草野球じゃけど。おお、当てるね。ちゃんと当たるんだな。あれ60キロな。わー、惜しい。おお。いい感じになるかな。うん？知らん。で、最初子供用行った方がいいんだろう、肩鳴らしで。すげえじゃん、行くやん。だろうな。全然思んねえけど。ということで、バッティングテントでした。ゲームになった。楽しかった？帰ろう。帰る？うん。
まだ行こう、はい、ハッピーセンター、ありがとうございました。ありがとうございました。疲れる、これ2ゲーム疲れる、疲れる、いつも1ゲーム流れる、1ゲーム1ゲームなんっけ、1ゲーム結構打てたけど嬉しかった、イエーイ。スーサーソー